こっちなのよ。ふん、人間の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。チマ、祠まで運ぶぞ。ただの人間じゃないなら、この子は一体何なのなのよ。こいつはランディオル大帝の息子、魔族の王子だ。この顔は間違いねえ。王子様？どう見たって人間なのに。なのよ、大帝には人間の女との間に一人の子供がいた。長らく消息不明だったが。じゃあどうしてその子が魔界にいるなのよ。おかえりなさい。またいじめられたのですね。ボルボル、王子は強いんだからやり返しちゃえばいいのに。いいえ、いけません。あなたは何があっても決して人間に抵抗してはいけない。人間以上に人間らしく振る舞わなければこの世界では生きていけないのです。よう、お前、森の小屋に住み着いたのはお前だろ。あそこは俺たちのアジトだぞ。おい、やめろ。はっ、なんだお前、弱いやつをかばって英雄気取りかよ。おい、お前大丈夫か？俺たちって弱いな。親父がカゼルの悪魔に殺された。奴を一人殺すと家族も道連れにする。このままじゃ俺や妹も。おい、どこ行くんだよ。まさか魔族の王子がこんな硬い中にまでお出ましとは。お前、魔族の王子って。探せ、銀色の髪の小僧だ。よく聞きなさい。生きている者は皆それぞれに異なる運命を背負っているのです。何があっても父親のことは恨んではいけない。
魔族の王である父を決してこの世界で人間として生きるのです。魔界にだけは近づいては絶対。ミオレ様、意識を失ってるだけみたい。王子どこ行くの？魔界へ。王子戻ってきて。目が覚めたようだな。父親に会いに来たようだが、そいつは無理だ。やれやれ、聞く耳持たぬか。たった一人でここまで来るとは、さすがは大抵の大名王子、見上げたものですね。我が息子よ、この魔界から打ち捨てられたお前がわざわざ何をしに来た？ほう、確かに世ならばお前の母親を助けられよう。だがそれをするかは世の決めることだ。世と戦うつもりか。よかろう、己の無力さを思い知らせてやる。二度とここへ来られぬよう、魔物を攻撃できなくなる呪いをかけた。時空の果てへと飛ばしてやろう。封印球蛇国楼。私は全てを見通す者、人間と魔族の子よ。お前の母親は先刻生き絶えた。これからは亡き母の願い通り人間として生きるのだ。私がその身に流れる魔族の血を消してやろう。なぜ拒むのだ？なるほど。自らの手で父を倒し、魔族の王に君臨する。そのためにはその血が必要か。よかろう。ならば好きにするがいい。